茨城県道318号小葉日立大宮、停車場線日立大宮市南町邪神正面奥は、JR 水軍線日立大宮駅茨城県道318号、小葉日立大宮停車場線は、茨城県日立大宮市内を通る県道で、JR 水軍線日立大宮駅と接続するための道路である。1968年前進にあたる。 県道日立大宮停車場線が路線廃止となり、これにうどを統合した新たな一般県道として、中郡大宮町大あざ場の県道長沢水戸線分岐を起点とし、日立大宮駅の終点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号318となり、現在に至る。 福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在、ハット AB 県道路線の廃止茨城県法、第5589号3月18日より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、 県道路線の認定、昭和43年3月18日。茨城県国示第323号、茨城県法、第5589号、P8、道路の区域の決定、道路の共用開始、茨城県法、第5589号、ピアニッシモ、89、県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法、第三十七号、 ピアニッシモ、82、道路の区域の変更、茨城県法、第1130号、P3、道路の共用の開始、平成12年5月15日。茨城県国示第644号、茨城県法、第1159号、P16、道路の区域の変更、茨城県法、第1452号、ピアニッシモ、2425。ありがとうございます。